ファイアーキリがねえな。春なんだよ。あとね、7月前くらいの町の、吸血鬼さんがいた町の時にも思ったんだけどさ、え ?7 月前って、吸血鬼ってことは、これ、吸血鬼って、ワンの内容で、これ。えってことは、あれじゃない春ってさ、レオが名前変えてこんな感じになっただけなんえ 実はさ、視聴者さんがコメントでさ、春はレオなんじゃないかみたいなことをコメントしとったんやけど、春とレオって同一人物なんじゃないかって。俺、春とレオ別の人間かと思ったらさ、その言葉から考えたらさ、これ、春って、レオ…春イコールレオとしか考えられんよな。えそうなん。マジで、視聴者さん、なかなか鋭いな。俺、絶対別人かと思った。なんで FE な別の人とおるんかなって思っとったけどさ。 そういうことなんよは、これ、春の嘘じゃないのなぜ前のはもうごちゃっとなってたからわかんなかったけど今のはごちゃっとしなかった味がね、溢れてるのとちょっと違う気がしたの味とかあんのななん、ふりかけみたいでさいろいろな味ありますよみたいな感覚やめないの <laughs> そうかいもうそういうのもわかるな,ないようになってきたのかそれで 春の小さい頃お友達がいなくなっちゃったことと何か関係あるああそうか大人お友達がなくなっちゃったっていう話聞いたんだったな誰から聞いた隊長さん余計なこと確かに昔いろいろとあったでももう過去の話だ終わったことなんだよそれで守れなかったらごめんな何それ春らしくない かんしそうにしたり、怒ったり、忙しいやつだな。大丈夫大丈夫だから。私がね、守るから大丈夫どんな嘘もやっつけるよ。やっつけるんじゃなくて、食べるんだろう。それに、そういうセリフは、自分のことを守れまともに守れるようになったから言うんだ。自分のことも守れないやつに、他人のことなんか守れないぞ。お互いに守るんじゃだめなの春は私を守る。 そして、私が、春を守る。それじゃ、ダメなのお前。ああ、わかった。もう、そういうことでいい。うん。本当に、お前は変なやつだな。おいあ、あんまりひっつくな。お前まで臭くなるぞ。春の方が臭いから大丈夫だよ。<laughs> そうかよ。いいシーンだった。びっくりした。敵かと思った。 敵の奴らかと思った。<laughs> お前か、味方だったんか。なんだ <laughs> びっくりしたやないか、いいシーン邪魔にしようかと思ったゃないか。よくあるや、ね。あなたのことが好きとか言うたらさ、敵が出てきてさ、ヒロインの方が殺されるっていうな、一瞬で。そういう映画によくあるけど、それが来るかと思ったやないか。びっくりしたやないか、お前か、よかった、よかった。おい、こんな派手にぶっ壊してよかったのか。非常事態だ。隊長やマスターの結果も得ている。 どうかしたの嘘好きの嘘き人が暴れてる違ういやそうなるのかあのドラゴンの子供が完全に暴走したえなんとどういうことだフィル君悪いがド,ドラゴンの暴走の止め方なんざ知らねえぞ暴走だけなら我々でも止めることができるただ今回、嘘までははいついているようなんだはあ ウィル君が嘘つきすぎてオーバーロードを起こしているのか我々が攻撃しても嘘に当たらないというより攻撃が効かないんだそういう風にできてんのかあれ俺たち以外がぶん殴ったりすることなかったから気づかなかったな新しい情報だから売れるバカどうして殴れないかまで分からないと売れないんだよ <laughs> 厳しいな春はあまりのんびりと話ができる状況ではないぞああ その子供は今暴れまくってるのか。幸い、自我を失うほどのひどい暴走ではない。ああ、自我で抑え込もうとしよんだ、何度か。力だけが暴走しとる感じかな。わかった。もう一人、大嘘つきがいる。そいつを先にやっとかないと。あのドラゴンの子供の嘘を吐いても、またそっから這いつく。だから、そっちから片付けてさせてほしい。オリビアさんのところ行くんやな、オリビアさんのところ。ああ、大腸にそう使えておこう。 僕たちの部屋で見ているから、そっちが住んだら、東急に来て、く、貴様、匂うぞ。今言うことかー今言うことかそれーそこどうだって言って欲しかったなーーうるせぇよ。先に言ってるぞ。言わんでもいいのじあんなこと。というかあいつ、障害物無視できるんだろう。あのか。 壁とか吸い抜けれたっていうは前みたいに乗っけてくれりゃよかったのに。春のこと嫌いだからじゃない <laughs> そうはっきりと言われると。おいでも傷つくぞ <laughs>。エフィーダーがさ、若干毒舌になってきたんやな、今作。行くか。嘘があそこら中に漏れてるだろうが、ごちゃっとしたやつは面倒だからな。なるべく避けていくようにしよう。はい ハルがそう言ってるけど、ボクは戦うなぜかって、ラスボスの前にレベル上げたいからです。前作レベル上げしなかったからめちゃくちゃやられたっていう過去があったんよな。でもね、あの動けるやつあるでしょあれ前作もできたんですけどね、め,めっちゃ大群に襲われるけど、あいつだけは避けなあかん。そういうのが分かってますから。ブーブーって。<laughs> あ,あ、君はマジンブーか <laughs> フいや。 だってちょっと戦いすぎて h p が減った本末戦闘だということになってしまうときもあるやん。あんまり入らないじゃん。がーばれがーばれフィードがーばれう戦うだけでいけがーばれレベル上げるだけでいけがーばれぜ <laughs> 今はレベル8、8だろ ?11、11ぐらいにしとこうかな。それぐらいじゃなかったらラスボス倒せんかったみたいな感じになったらさ、お末さもつでしたらな、ね、もちろんここカットしまーす。 行くかーそろそろ行くかーいくぞただーあこいつ気になるけどこいつ気になるけどさっきちょっとあ何やったっけ自分の部屋戻って回復したいあーめっちゃ大きいもおるあいつに絡まれたらちょっと危ないよな HB 今春の HB めちゃくちゃ少ない状態になっとんよなよっしゃ危ない危ない 回復アイテム使うのはちょっとめんどくさいんでね。それは避けたいところだった。こんな非常時でも、僕は、休みます。あなんこれ謎の怪盗、また現れる。と、大きく書かれた新聞がある。な残っちゃ。怪盗キッドか。怪盗キッドが現れたんか。あ,あ、みんな大集合してる。あ、ウィル君、倒れてるやん。 どうした先にやるべきことがあるんだろこちらはちゃんと見ている。そちらは任せたぞ。頼みますわ。俺オリビアさんとイチャイチャしてくるけん。あ、戦闘ぞ。イチャイチャって言っても戦闘ぞ。そこ勘違い戦闘員な。オリビアが倒れていて、ウィリアムがうなり声を上げていました。オリビアはケーキ隊の方へ連れて行かれましたが、記憶がないと。それに、ルーカス。 狩りが見当たりませんルーカスーそういえば、ルーカスオラハブはこれ、ルーカスのこと忘れてたごめんな、ルーカスー一体、どこへあのまま暴走して、ルーカス恨みを晴らしに行くって考えたら、道理が繋がってくるわ,わけですな。セいまとん、そこ。って、よう考えたら、ってことは、これあれじゃないルーカスで、これ、よう見たら。 なん <laughs> で俺気づかんかったんか知らんけどルーカスで危ない大きいの来てる <laughs> よっしゃルーカスどうしたお前向こう側の人間になってますけどってかい <laughs> 人間じゃなくなってるそれは魔物だグーグー誰まあ 食べたら分かるさ。なんだそれ行けば分かるさみたいな <laughs>。アトニオ猪木の死のさ、行けば分かるさみたいな。なんだなんだそれじゃあやるぞもう一人いるから早めに片付けないとな。出たー嘘つきって名前にされています。多分これルーカス <laughs>。行くぜえーっと、どうしようかな。SP 使っていこうかな。早は倒したいな。使っていこうかな。 あとで、オリビア様とも戦うことを考えたら使いたないな、いっていうのも、かがわかりますよ。使いますよ、でも。でも使いますよ。どれでいこうグレネードとかある。投げた後のことは気にしない。気にしてよ。ここをたものだけだ気にしないけど気になる。気にしないけど気になる。る確かなエヒーナ全体講義を持ってるよな。前作で覚えた知識である。たくさん洋服。タリブルホワイト。 要するに、ハルは、効力の高い単体攻撃で、嘘つき、敵の本体を殴る。その間に、エヒミナが全体攻撃で、まあ、小型を一掃してくれる。そういう感じです。ファイヤーファイヤーグレネードグレネードファイヤーグレネードえげつない火力攻撃だよ。お前らは軍人か。えーっと、グレネードもうちょいこう。えーっと、だな。トリプルホイールが使いにおいやった。 ドラゴンアイ、遠吠え、あ吠えて、コイルが上げるとかあるんじゃ。使っとこう。イエーイこんなんあるんじゃ。こんなんあったんじゃ。え、前作なかった気がするんやけどな。グレネードで、スキルが使うようになったん、これと。行きましょうで、ここでね、このゲームでの、 この SP の回復方法ってのがあるんですけど、この大きな嘘、小さな嘘。これを使った SP が回復するんですけど、それを使うのに消費するのが HP というね。そういうちょっと。なぜ嘘をついたら自分の HP が減るのか。ちょっと心が痛いのか。晴れてもそのまま時が来るのか。<laughs> そういうことの。f イヤーで、グレネード。で、トリプルファイヤー。全体攻撃やけど、もう多分こっちの方が効力高い。 ていうんでまあそういうのを繰り返して、このゲームの戦いを終わらせるルーカス本当にルーカスなんだろうか <laughs> これでルーカスじゃなかったら俺めちゃくちゃ恥ずかしいんやけど <laughs>。多分ルーカスってことにしとこう <laughs>。あのさ、オリビアさんに、オリビアさんにさ、操られよんじゃ多分私だけを見てればいいのよっていうことでさ、暗情かけられてさ、私だけを見るようにするのよ、みたいな <laughs>。 そんな感じになっとんだと思う。多分ね。それで間違っとったら、それを本当、あれ、オリビアさんにどんな、どんな固定外にも持っとんだって話である。これで終わるかイエーイ悪いな、ルーカス。君のことは一体どうさせてもらった。そして、ね、エフィーナがレベル上がって、ブー 少しずつよく噛んで食べるこんな状況までこんな状況までよく噛んで食べなくていいよ君は偉いね君は偉いねそれはカニと食料が少ない時だけでいい。わかって一口。やっぱーお前かールークスさん大丈夫か見た通りさ お前結構元気やな <laughs>。俺らがボコったのに、グレネードとか火吹いてさ、ボコったのに、お前結構元気やな。あれか、5回の事件とか、あの事件が5回もあったけんな。痛めつけられるねんならどんか、お前 <laughs>。やるのお前、嘘をついてたな。誰に首を絞められて、貼り付けされたのか、全部覚えてんだろマジでどうしてさ、お前オリビアは、 お前の女癖の悪さに罰を与えるために首を絞めて灰付きにした。つまりその罰の記憶を消したら意味がなくなるだろう。また繰り返してしまう。本当や。そうやな。一回注意したんだったらその注意を守ってもらわなかったらあかんってことはさ、それを忘れられたらもう同じこと繰り返すやんって話なんやな。なるほど。記憶がないことをお前はやけに強調してさえな。被害者だから嘘をつく理由がないと。 エフィーを連れてお前に話を聞かなかったんだがな。ふーん、さすが、本職ってところか本職じゃないよ。みんな騙されちゃダメだよ。春は、そういう探偵とかそういうんじゃないから。偽善者だよ。<laughs> ああ、わいでとさ。俺がうまいった種だろ。だから、俺が片付けねえと。ソギーちゃんがケーキに頼むことを止めただけど、今回呼ばれちまってな。ウィリアムこともある。 いろいろどうするか、急いでたなうちにこんなことになっちまった。そうか。いいか、ルーカス。嘘で作ったや優しさなんてな。自分も何も守ることなんかできない。そのひねくれたクソみたいな癖を直すのには時間がかかるだろうが。もう嘘だけはつくな。男なら一人の女を守れるようになってから別の女に手を出せ。手を出していいのかハルそこはちょっとどうかな この俺の YouTube のさ、視聴者、俺の視聴者さ、敵に、女性陣を敵に回したんじゃないか大丈夫かそれ、ダメじゃないのエビーナにすら突っ込めてるぞ、春おお前さ、寮から春に変わった瞬間、ちょっとダメになってないか <laughs> なんかダメな方向に進んでないか嘘つきに、嘘つくなって言われてもね。ま、あありがとうな。なんかすっきりしたわ。明日、ソフィーさんとも、ソフィーちゃんとも、ちゃんを話して、 ビ <laughs> ソフィーちゃんともちゃんと話しておくよなんでちゃん二回言うたかと思ったんだっけ、びっくりしたウィリアムにも巻き込んでしまったこと、謝っておかないとああ、そうだ。そのドラゴンの子もやばいんだった。おい、マジかよ俺もう <laughs> おい、あんま動くな。あとはこっちで何度かできる。だから自分の部屋戻って。 もう、今日は休め。てか、俺の部屋戻ったらみんなおるけど、そっちにいた方がいいと思うよ。一人ぼっち行って寂しいでしょ。くそ。ああ、頼んだ。さあ、行くぞ。これでイラストだから。頑張れ。頑張るよっしゃーラストやってでもね、HB かゆくできますわ。やっぱ、ラスボスなんだろうな、次。あ、俺の部屋ちゃうなよ。はははは。よう考えたらいや、俺の部屋ちゃうな。 <laughs> ルーカスに俺の部屋にみんな集まっとるよとか言うたけどさ、俺の部屋じゃないな、こっち。こっちゃやな。<laughs> みんな、次のパートでさ、オルビアさんと戦いに行くよ。だから、俺にちょっとだけ勇気を分けてくれよ。みんな。じゃあみんな、次回は多分最終回だからね。レベル上げました。多分勝てる。というわけで今回はこの辺で。 ご視聴ありがとうございました仕上げ編集してて気づいたんやけど最終決戦で戦うのってウィル君であってオリビアさんはもう景気隊の人に連行されたんよねなんか最後オリビアさんと戦いに行くよとかみんな勇気を分けてくれとか言ってたけどめちゃくちゃ恥ずかしいよねそれ考えたら <laughs>